アルミナイジングは、鉄鋼に行う、防食処理法の一つであり、母材表面にアルミニウムを被覆することである。鉄鋼素材の表面をアルミニウムで覆うことで、耐酸化性や耐粒化性を高める処理を指し、この処理を施された鋼材は、アルミナイズド鋼と呼ばれる。ジスでは、表面に、アルミニ、ウムを付加させる目的で、鉄鋼製品に適用される熱化学処理、微鋼。 鉄鋼の耐熱性及び耐食性を向上させる。フェロアルミニウムなどの粉末による方法をカロライジングとも言うとされている。本項目ではカロライジングは扱わない。アルミナイジングでは鉄鋼素材を純アルミニウムまたはアルミニウム合金のいずれかに真摯して表面への被覆処理を行い、フラックスの有無や仕上がりの良さ、処理能力と経済性などから以下の方法がある。 一翼法と二翼法一、脱脂層二、塩酸層三、水栓層四、溶油アルミニウム五、溶油フラックス一翼法や二翼法では、フラックスを使用することで素材の酸化膜除去と酸化防止を行う。一翼法一翼法では溶油フラックスと溶油アルミニウムの二層が一つの層に満たされており、素材がフラックスに触れるのは短時間である。フラックスには塩化カリウム、 塩化ナトリウム、塩化リチウム、塩化塩、塩化カ,カルシウム、フッカナトリウム、フッカアルミニウムなどの混合状が用いられる。フラックスの劣化を管理するのに手間がかかる。二翼方二翼方では溶融フラックスの接触時間が長くなるよう連続した層が配置される。フラックスには塩化塩単独や塩化塩と塩化リチウムの混合物といった簡単な素性のものが用いられ、比較的 劣化が少ない。フラックス、編集二段法では素材に、アイやスズなどをメッキしてから、溶融アルミニウム層に進出する。ゼンジマー法1、素材コイルに余熱炉3、還元炉4、還元雰囲気後溶融アルミニウム層6、巻き取りコイルゼンジマー法ではフラックスを使用せず、還元炉によって、素材表面が還元され、無酸化、または、 還元雰囲気中で溶融アルミニウム層に進摯される。フラックスによる腐食問題が回避できる。ハットコーの防食処理には炎を被覆する溶融ア鉛メッキ法があるが、アルミナイジングは鉛被覆よりも耐熱性と耐候性に優れている。ABCDE 大はただ市著アルミニウムの基本と仕組み、周波システム、2010年2月1日第一版第一冊、発行。 ISBN 9長7847億9 8 0百二万5063ありがとうございます。